イヤーで塗らないと思って。今日の将棋で女流2級昇級を決められました。おめでとうございます。まず今日の将棋から振り返っていただきたいんですが、どんな気持ちで今日の将棋に臨みましたか？もっと簡単な日本語で話して、どんな気持ちで勝ちたかったけど、なんか気持ちが強すぎると負けてしまうので、なんかバランス取りたかったので、ちょっと落ち着いたけど、気合も出すように勝負できる将棋をしたかった。勝ち決まった瞬間はどんな思いでしたか？いや、嬉しかった。もうプロになりましたから。どんな女流棋士になりたいですか？世界に将棋を持っていきたいと思います。